ナルト橋の車道の下に作られた遊歩道は全長450メートル、先端には渦潮を見るための展望室が設けられており、年間来場者数は60万人にも上ります。国内はもちろん海外からの観光客にも人気の場所です。ソラナさん、ここに来るのは初めてなんだそうです。あ、なんかガラスがある、みんな覗いてる、私も覗いてみよう。うわー、うわー、足がすくむわー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 、すごいすごい、真っ白。なんじゃこりゃ、なんでこんなことになるんやろ。あ、あの人、係の人かな、ちょっと聞いてみよう。お、怖い。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ、ようこそ。ここの係の方ですか？あ、そうです。あ、こんにちは。ようこそ。これ、なんでこんな風になるんですか？なんで渦ができるかっていうのは、うん、もちろんここの、あの潮の流れの速いっていうのはもう、うん、当然潮の流れがあるということがまず一条件ですよね、うんうんうん、それともう一つは、うん、下の地形がですね、うん、真っ平らじゃないんですね。へー、はい。鳴門海峡は海底が大小さまざまな谷になっています。そのため干潮満潮時にいろいろな角度から潮がぶつかり渦を巻くのです。ついつい見入ってしまう徳島の雄大な自然、いつまでも見ていたい気持ちは山々ですが、旅は始まったばかり。次の場所を目指します。何があるんでしょうか。あー、なんじゃこりゃ、すごい賑やかな、なんかやってますね。おー、すごい。へー、なにこれ、物産展。ちょっと中入ってみよう。あ、すだちのかき氷とかがある。やっぱ徳島ですね。へー、あ、これだ。ぐるっと馬が咲いてます。徳島マルシェ。へー、あ、こういうなんか徳島の物産展みたいな感じですかね。へー。見つけたのは毎月最終日曜日に新町川沿いで開かれる徳島マルシェ。マルシェとはフランス語で市場という意味。徳島で採れた野菜やフルーツ、加工品などを中心におよそ80店の出店が軒を連ねます。いらっしゃいませ。ソラナさん、数あるお店の中でもこちらのキノコを売っているお店が気になるようです。お母さん、なんかこのおすすめあります？これ松椎茸は売れてすんだけどな、うん、これがまたもいい。ジージーキノコ。ジージーキノコな、これな、ジージーキノコってなんでジージーって言うんですか？あの孫がな、うん、ジー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 って言いよったんよ。ほんでこれからもうジージーキノコ、もうジージーが作るわけん。ジージーキノコ、あ、そうなんですね。ジージーはお父さんですか？そうなんですね、うん、立ち寄ったのは谷奥俊信さんと妻のひろこさんが営むキノコ店。美馬市で作られたものなんだそうです。お母さん、これ食べられたりします？食べれるよ、天ぷらにしたら食べれるよ。いいんですか、うん、じゃあ食べたいな、うん、お願いしていいです？今上がっとる、これ、うん、これ食べていいの？どうぞ試食してみて。これがジージーキノコ、うんうん、いただきます。うん、あこあこ。あ、もしもし。うん、ないんだけど、わからん。うん、おいしい。美味しいやろ、うん、はい、はい、どうぞ。おいしい椎茸どうぞ。うん、奥さん、この椎茸食べたらもうな、キノコのエキスが、旨味がすっごい凝縮されてる。おいしい、衣もサクサク。お父さん、おいしい。ありがとう。うん、めちゃくちゃおいしい。何個でもいけちゃいますね。食べてよ。うん、いただきます。おいしいやろ。うん、おいしい。食
食べてください、どんどん、うん、試食はあのなんぼでも食べ放題やけんな。こんな美味しいキノコご夫婦でやられてるんですか、うん、そうお二人だけ でな、うん、うん、作るんよ。何年ぐらいやられてるんですか。何年なるで。9年。あ、そうなんですね。まだ駆け出しです。なん、その前は何をされてたんですか。建設。今も建設もしながら、なんでキノコをやろうと思ったんですか。確かにこれがしたかった、あの卵の仕事がしたかったが夢であった。あ、そうなんですね。もうみんなの反対を押し切って。お母さんどうでした。お父さんがキノコやりたいって言い出した時。もうな、あの言うた通りせなんだらいかんけんしたんや。あ、そうなんですね。二人はご結婚されてどれくらいなんですか。44年です。44年。私計算できんけんな。20歳から進んでないけど。日にちまでは覚えてないけど年数ぐらいは覚えてない。日にちは覚えてない。あのね、近所だった、同級生だった。あ、同級生、うん、へぇ。小学校、中学校。小学校、中学校。あ、もうずっと、うん、へぇ。ほんで、結婚ちょっと離れて出て、うんうん、その相手とも知り合いだったっけ。ほうほうほう。自分と決闘して勝ったら、ほら、許してやるって言った。何それ。自分が勝ってしもうたもんだけど。証拠じゃなしに結婚したんやって。いや、そうではないんだけど。でも、じゃあお父さんずっと好きだったんですか。お母さんのこと。好きというか、なんというか。照れてる、照れてる。なんとも言えんのやって。なりそうだ、そんなんよ。すごい。お母さん、どっちが良かったんですか。決闘相手とお父さんと。私、順序なかったけんな。もう昔の、女やけんな、うん、もう親が決めたらこの人だと思うよりにして。あら、そうなんですね。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。あれはラッキーでとったけど、ほんなんいかんっていう反対じゃんよ。すごい、もう大好きだったんじゃないですか、お父さん。ほんなん勝手に周りが決めたらいかんって言うて。決闘申し込んだ。これ、美味しいですよ、どうぞ。意外な馴れ初めの谷奥ご夫妻、話を聞かせていただいたお礼に、ソラナさん、キノコを買っていくことにしました。美味しいです。茎まで食べれる椎茸な。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。美味しかったです。いただきます。どうもありがとう。また来てね。はい、いらっしゃい。はいはい、椎茸だ。そろそろこの辺ですかね。あれだ、眉山ロープウェイ、ここから乗るのかな。行ってみよう。ソラナさんがやってきたのは、阿波踊り会館の中に設けられた眉山の山頂へ行くロープウェイ。通常15分間隔で運行されており、利用料金は往復で1020円。ドア閉まります。はい。なんかドキドキする。あ、下に階段もあるんですね。階段でも登れるのかな。大変そう。わあ、動いた。おお、徳島の街並みが見える。どうなんだろう、初眉山。うわー、あっという間にこの高さ。標高290メートルの山頂までは約6分間の空中散歩。いい景色、楽しかった。はい、おお、いた。ありがとうございました。ありがとうございました。眉山に着いたら、まずは展望台を目指すのが定番ですよね。わあ、めっちゃ高い、気持ちいい。わあ、これが徳島一望できますね。眼下に広がる徳島市、そこには様々な人の営みがありました。ソラナさん、さらに大ボケを散策することにしました。
が綺麗。この辺は秋になると紅葉とかがあるのかな。春夏秋冬で景色が変わっていつ訪れてもいいな。あ、なんかお店がある。真ん中、わあ、船下りって書いてる。わあ、行ってみよう。立ち寄ったのは大歩危橋にある真ん中。ここは食堂とお土産ショップが併設されており、平日休日問わず多くの観光客の方でにぎわいます。食堂の人気メニューは1日20食限定の一つ目丼。丼の他にそばや団子がついて1000円のお得なメニューです。そしてもう一つの名物といえば大歩危橋の川下り。ソラナさんも早速体験してみるようです。こうかな。出発。出発するとすぐに大歩危橋の絶景が目の前に広がります。険しい岩場を船で通り抜けるのはまさに迫力満点。大歩危橋は結晶片岩と呼ばれる鉱物が一定方向にのみ伸びた岩で囲まれています。その中心部は平成26年に国の天然記念物にも指定されました。断崖絶壁。表面しばらくの間だけあのカードで古木の国際公園のすごい景色。しばらくの間ですね。両側は岩だらけ。岩の景色を国土あとは日向さんが。ああ、空気もひんやりしててめっちゃ気持ちいい。優雅な川下り、約20分間景色を楽しむことができます。よいしょー、あー癒されたーよっ。断崖絶壁をこんな真下から見たの初めて。いやー、なんか船を魚が追いかけてきてるのが可愛かったな。あー癒された。